こんにちは、モルブです。今回はですね、また検証動画を撮っていきたいと思います。はい、今回はどんな検証かというと、こちら、あ、取られちゃったモルモットちゃん、牧草が主食ですけど、おやつ大好きですよね。そのおやつの中でも結局一番何が好きなのかという検証動画を作っていきたいと思っています。まあ、とはいっても本当に個性豊かで、みんな好きな野菜って違ってくると思うんですけど、まあ、本当に参考程度にしていただければ嬉しいです。じゃあね、特にうちの子たちが好きな野菜とね、フルーツを紹介したいと思います。はい、まず一つ目にレタスですね。これはサニーレタス。結構ね、これは好きだと思います。葉物野菜の中でも特に一番好きなのがレタスなので、今回はこの葉っぱ代表としてレタスを持ってきました。で、二つ目がこちら。人参ですね。たまにね、レタスと一緒に置くことが渡す時もあるんですけど、人参から先に食べることもあるので、まあ本当にどっちだかわからないんですよね。レタスも好きだし、人参も好きだなってよく思うので、ちょっと持ってきました。次にこちら。これはね、何かというと、トウモロコシのヒゲの部分ですね。これもね、季節、まあ今の時期だけなんですけど、すごく好き。私も食べたことがっていうか、ちょっと味見してみたことあるんですけど、甘みがあって、これもね、また指向性が強いと思います。かなりこれも有力候補の野菜かなと思ってます。はい、次に、フルーツってあんまりたくさんはあげないんですが、バナナの皮、ちょっと待って。バナナの皮ですね。身の部分よりもこの皮の方をよく、朝食でバナナを食べることがね、あるんですけど、匂いにつられてプイプイ鳴くのでよく揚げてるものなんです。すごく好きですね。これもこう剥いた瞬間にプイプイ鳴き始めるぐらい本当に好きなので、これもかなりいい線いってるんじゃないかなと思います。もう本当に読めません。どれもね、1位候補なんですよ。皆さんもぜひ予想していただいて、コメント欄でもしよかったら当たったかどうかもね、ぜひ教えてください。はい。というわけで準備が整いましたので、やっていきたいと思います。まず、左から、バナナ、レタス、人参、トウモロコシのヒゲ。食べようね。おいで、ジャンプ。来た。さあ、どうだ。ケージから飛び出しました。おいで。大丈夫。どれから、あ、レタスですね。レタスでした。やっぱりレタスなんだね。個人的にはバナナの匂いが強いからバナナを予想してたんだけど、結構迷わずレタスを選びましたね。やっぱ草食動物ですからね。レタスは最強ということになりますね。美味しい。次はバナナなんだ。モルブ。はい、じゃあ次はルリの番ですね。やっていきたいと思います。ちなみに飼い主の予想は、最近好きなのはこれだから、人参にしとこう。ルーリー。どうかな？どうだ？食べたのでさっき。あ、人参食べなかったね。先にバナナを食べました。あ、そう、バナナ。ちょっと甘いものが恋しかったのかな？あ、いや。バナナすぐやめた。あ、人参だ。人参食べてますね。でもバナナを先に食べたってことは、ちょっと甘いものが恋しかったのか、それともバナナの匂いが強くて他の匂いが負けちゃってたのかもしれないけどね。やっぱり君は人参なの。
トリタは人参が好きなの。そう。あ、レタス食べ始めましたね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は検証動画また撮ってみました。感想もね、よかったらコメントで教えてもらえたら嬉しいです。そしてぜひリクエストもお待ちしてますので、よろしければ教えてください。ということで今回も見ていただきありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録、インスタグラムとTikTok もやってるので、ぜひそちらもフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。